はい、今緊急で動画回しているんですけれども、先日ですね、とある特撮系 YouTuber の方、まあ、言ってしまえばほぼドンみたいな形ですよね。トップの方がですね、まあ、旧 Twitter X にてですね、仮面ライダーガッチャードの脚本について一言物申したんですけれども、これがね、ちょっと物議をかましておりまして、まあ、この賛否両論出ているんですけれども、これにね、ついてね、私のね、意見とかもね、ちょっとね、今日の動画で言っていきたいと思います。今のところ仮面ライダーガッチャードってこうマイルドな展開じゃないですか。言ってしまえばこうお悩み相談会みたいなのが、まあ毎週続いてるんですけれども、まあ序盤ですからね、まだまだ。で、先日まで放送されていた仮面ライダーギーツと内容が比較されてしまう。これね、まあしょうがないよね。もうほぼなんかもう毎年、まあもうこういう話題は上がるわなっていうのがね、あってしょうがないんですけれどもね、まあ、キングオージャーとかとね、まあ比較したりっていうのは僕はまあ、それ違うだろうって思うんですけれども、まあ皆さんね、そのトップ YouTuber の方もそうですけれども、まあ一人一人ね、X とかで発信している方も、まあ同じなんですけれども、まあ皆さんのね、意見っていうのはね、あっていいと思います。そりゃそうじゃないですか。だって、つまんない作品に、ね、面白いって言っても仕方ないですから、もうつまんないものはね、もうね、徹底的にね、つまんないって言っていいんですよ。日本人の悪いところっていうのは、これ面白いかっていうね、作品に対しても、みんなが面白いって言ってたらね、もう同調圧力で、もう面白いってね、言ってしまう、もう習慣になってるんで、皆さんはね、もう文章力もありますし、もうね、どんとね、そこはね、もう何言われても、もう仕方がない、もう、かかってこいやっていうね、思いでね、ハードでね、やっていけば、いいんです。うん。だからね、仮面ライダーガッチャーと、まあね、そのトップ YouTuber の方がね、まあ脚本に対しても自分の思いをね、こうあるべき、こうあるべきだっていうものをね、まあ言ってしまっても、もちろんね、もういいです。もうそれはね、もちろんね、仕方がない。別にね、その作品がクソだとかそういうわけが言ってるわけではないので、はい。というわけで、私の株も上がったということでですね。まあ、本日はですね、仮面ライダーガッチャード。まあ、こんだけね、ボコボコにね、言われてね。まあね、ちょっとかわいそうだなって思ったんで、私が、仮面ライダーガッチャード、褒めまくりたいと思います。何からいこうかな。もう、いっぱいやりすぎてね、もうね、多分動画だけで言ったらね、もう1時間超えちゃうぐらいだからね、もう、ね、手短に言っていきたいと思います。はい。仮面ライダーガッチャード、そうだな。ドライバーがね、楽しい。うん。皆さん知って、もう、買いました皆さん。これね、ガッチャードライバーですけれども、鳴らしますね。おぉ、これすごいよね。ほら。ほら。しかデザイアドライバーからこの緑の発光もね、なんか加わったみたいですよね。そしてね、高校生ですから、話が明るい。もうね、これはね、いいね。見ててね、もう、青春だなっていうね。もうね、僕らみたいなね、腐った大人からはね、もうね、味わえね、青春ですから。ああ、なんか、自分の高校生時代思い出したな、みたいなね。甘酸っぱい感じのね、いいね。この爽やかな感じがね、俺、ストーリーが、この好き。そして、声優さんが豪華。これだよ。うん。ホッパーワンの声優さん、福縁美里さんでございますね。もう我々がね、もう肝オタがね、もう大好きな福縁さんね。まあ、キュアハッピーとかね、シグマリカとか、ね。もう最近で言ったら、前回じゃのセッちゃんね。ね。ホッパーガッチャーン、こういう、そういう声なんですけれども。やっぱね、あとね、関さんも出てますしね。もうね、声優さんがね、本当にね、ガッチャと豪華になっております。あとオープニングがいい。うん。オープニングがね、この爽やかな感じ。今までのね、仮面ライダーにね、ない感じのね、オープニング。なんか、あれだよね。なんかね、トミカヒーローとかで流れてそうなオープニングがしてね、なんかね、すごいレスキューフォース味があるよね。神尾さん味がある曲なんだけどね。これね、やっぱね、ガッチャードのオープニングで、またね、フルサイズでね、流れたらね、買っちゃおうかなって思ってるのが、ガッチャードとして、そうだな。イワシマンがネタにしやすい。まあ、これがね、やっぱね、僕は大事だと思います。うん。やっぱね、仮面ライダーギーツね、たっぷりネタにさせていただきましたからね。これからね、仮面ライダーガッチャードどうしようかなーって思ってたんですけどね。もう早速ね、いろんなネタ思いついてますよね。まあ、ね、いろいろとね、ガッチャしたらね、もうガッチャしてね。僕もね、ガッチャになっちゃったんですけれどもね。もう、これね、もうね、青春ガッチャって感じでね。ありがたい。わあ、またまた、ありがたいわーって感じなんですけれども。
あと、言い忘れてた。一番大事なやつね。ライドケミートレカ。これがね、やっぱ楽しい。はーいね、まあ、ダブってもね、これね、ベルトで使いますから。やっぱね、その分ね、ダブった分だけ遊べる。これね、素晴らしい。これね。はいです。本当に。ダブ、この前ダブったやつね。うん。ブランクなんて本当に何枚あってもいいですからね。あとこれ僕持ってないんだけれども、ガッチャ時間がね、もう楽しそうね。これね、もう僕も早く欲しいね。なんかバースバスターとはね、また違ったね、ちょっと楽しみがあるね。ああいうね、移動式のアイテム。好きだね、うん。やっぱね、褒めて伸ばすのがね、僕はね、一番いいと思ってるので、仮面ライダーガッチャーと褒めまくってみました。まだね、情報解禁とかもされてないけれども、冬映画とかもやるでしょうね。もう、神作のね、ギーツとね、このね、明るいガッチャーと。どうなるんだろうね。うん。あれね。最近発売された、ライドウォッチ。あれもね、絡んでくるのかな。ガッチャードから、ね。リバイスか。リバイスまでの、ライドウォッチも発売されますので、これ楽しみだね。まあ、こんな感じでね、ガッチャード褒めまくりましたので、皆さんもね、ぜひコメント欄で、ガッチャード褒めまくってください。なんだろう、ライドケミートレカは今のところネタにしづらいよね。うん。負けてもいないし、別に登場回数が少ないっていうのは、まあまあ、始まったばっかりだし、うん。来年に期待ですね。